PM International AG は、シ元に本社を置くサプリメントや化粧品のメーカーで、ある。PM シンガポールの国際本部アジア太平洋欧州物流センターフィトライン。食品サプリメント PM インターナショナルは、1993年にドルフ・ゾルクによって、リンブルガー豊富に設立された。同年、ポーランドに、初の海外支店を開設。翌年、ルクセンブルクに、 PM インターナショナルホールディングが設立された。2003年、同社はシュパイヤーに物流センターを開設。2005年には GMBH から非常上の株式会社へと法的形態を変更する。2013年の時点で PM インターナショナルはヨーロッパ内外30以上の直販拠点で事業を展開している。さらに15万人もの独立販売パートナーが ネットワークマーケティングで同社の製品を販売している。同年の年間売上高は2億米ドルにも及んでいる。2015年、同社はシンガポールにアジア太平洋地域の販売拠点を設立。同年、本社をルクセンブルクのシェンゲンへと移転する。2019年、シュパイアーの第4倉庫の建設工事に取りかかる。2020年には、 ベルギーのアレンドン区に進出を果たす。同年、販売パートナーが販売時に直接収入を受け取る独自の決済システム、PM ダイレクトキャッシュを、米国でのテストプロセスを経て、ヨーロッパでも導入した。PM インターナショナルは、世界40カ国以上で事業を展開し、35以上もの事業拠点を構えている。2019年の総収入は11.1億ドルと、 報告されている。PM インターナショナルは世界中に400人もの社員を抱えており、そのうち192人がシュパイアーの物流センターで働いている。PM インターナショナルは家族経営の会社として運営されており、父ディーター・ゾルクはエンジニアとして同社の建設プロジェクトを担当し、妻のビッキー・ゾルクは社会的プロジェクトに携わり、 さらにロルフ・ゾルクの母も会社に関与している。同社は数々のスポーツチームと提携を図っている。その例として、ドイツ、オーストリア、ポーランドのスキー協会をはじめ、ドイツアイスホッケー協会、ドイツ自転車競技協会、ドイツ陸上競技協会、スイススライディング協会、スイス、ルクセンブルクのハンドボール協会、ルクセンブルクのバスケットボール協会などが挙げられる。 PM インターナショナルは自社ブランドフィットラインの下で健康、フィットネス、美容のための製品を販売している。同社の製品はネットワークマーケティングに属する独立販売パートナー、インターネット、自社の直営店を通じて独占的に販売されている。同社の製品はドーピングフリーの製品としてケルンリストにも掲載されている。QR コードを通じて 選択された製品の TUVSD 規格に準拠した試験結果を得ることができる。PM インターナショナルは15年以上にわたりワールドビジョンを支援しており2300人の子供たちを支援しているワールドビジョンの世界最大の企業スポンサーとしての役割を担っている。2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的流行時には100万ユーロを 中央ヨーロッパ地域の支援プロジェクトに寄付している。2016年、PM インターナショナルはルクセンブルク科学技術研究所と提携して、食品サプリメントや化粧品の整理活性分子の研究を5年間行うことを決定した。2010から2021年、DSN グローバル100に掲載。世界の直販企業トップリストにランクイン。ありがとうございます。